見ていただきありがとうございます。この間の動画、周りから面白かったって言われてね、ご主人様が気を良くしてまた思考を変えて動画を作ったんだよ。あ、そうそう、今回は案内役が変わるよ。私の友達、ブロンズの太郎くんです。ちょっとやそっとじゃ壊れない丈夫な体をしてるんだ。太郎くん、よろしくね。こんにちは、僕、太郎です。ボランティアとして頑張ります。僕に仕事ができるなんて感激です。早速、僕の仕事、頑張ります。これで私の役目は終わりだね。皆さんありがとう。またお店に来てね。誰でも安心して見学できるよ。こんな感じで、蒔絵を中心に美術館クラスの品物を展示しているよ。ご主人様が40年間日本中を回って集めたものなんだって。しかも京都とか大阪とか、古美術品が日本中から集まるところで修行を重ねながら買い集めたものなんだって。前にご主人様が話してくれてたけど、こういう貴重な品物は今はなかなか手に入らなくなっちゃったんだって。文化芸術は心を豊かにして教養を高める人類の平和のもとだから、こうやって世界中の人たちに見てもらうことに意義があるんだって。僕がいろいろ説明したいけど、実はあまり古美術のことは詳しくないんだ、ごめんなさい。まあとにかく動画だけだと説明しきれないから、こんな雰囲気ってことでぜひ遊びに来てね。この後はこのお皿の中にいる鶴さんに骨董会館のある高崎市の歴史と自然を紹介してもらうよ。僕が歩いていくより飛んで行った方が断然早いからね。タイムイズマネーってやつだよ。僕の力で鶴さんをお皿から出すよ。見ててね。すごい、力が湧いてくる。もう少しで出られそうだよ、太郎くん。やったー、出られたー。うわー、200年ぶりの空だ。気持ちいいな。空気がきれいだからどこまでも飛んでいけるよ、太郎くん。ありがとう。私がこれから紹介するのは、高崎市の歴史や文化芸術、自然を感じられる名所だよ。まずはここから2キロくらいのところにある古墳を案内するね。ほら見てごらん、美しい形をした小さな丘。およそ1400年前に作られたんだよ。この古墳からは死者を弔う時に作られた埴輪や副葬品が発見されてね、それが国宝としてこの近くの県立博物館に展示されているんだ。次はそこを案内するね。広い庭に大きな博物館。ここは群馬の森という場所にある群馬県立歴史博物館だよ。ここに観音山古墳で見つかった埴輪たちが展示されているんだ。そうそう、この作品を作った人はね、フランスの作家さんでアントワーヌ・ブールデルさんというんだ。国立西洋博物館にある考える人を制作したオーギュスト・ロダンさんに15年間教わってたんだって。あれ、今動いたような。まあとにかく一流の人の作品を展示しているなんてすごいところだよね。あ、太郎くん、このブロンズ像は高崎市出身の彫刻家分部淳二さんの作品なんだけど、淳二さんのお師匠さんは僕を作った北村聖望さんなんだよ。ここに聖望さんが書いた飛躍という題名も付けられているんだ。馬の躍動感を感じられる素晴らしい作品だね。この後は清らかな水が流れる烏川を道しるべに、
音楽のある町、高崎を案内してみるよ。すべての生き物の原点は水にあります。水によって植物が生まれ、動物が育てられ、そして人類が生を受け、共に生きてきました。数万年という歴史の中で、生みの親である自然を大切にしてきた日本は、公害となる煙も出さず水を浄化することで、その環境は変わらず保たれています。心洗うように澄んだカラス川の流れは、緑豊かな自然を育み、今もなお休むことなく流れ続け、すべての生き物に潤いを与えてくれています。昔と変わらない環境は高崎市民の協力によって保たれているんだよ。今は高崎市で川の自然を守るルールを作ったらしいんだ。木を切るのもゴミを捨てるのもダメなんだって。素敵な取り組みだね。ここはもともと佐野の船橋という並べた船の上に板を敷いた人々の往来が盛んな橋だったんだよ。1200年前の平安時代から多くの和歌が歌われているほど、当時としては有名な街道筋だったんだって。ここの近くには歌人の藤原定家が祀られている定家神社があるんだよ。高崎市内にはその昔、有名な歌人がここで出会い、歌川町があるんだよ。高崎には古くから文化人が集まっていたんだね。聖石橋は高崎の町と観音山をつないでいるんだ。今度は山の頂上の観音様まで行くよ。高崎市といえば大迫力の観音様、いつ見ても美しいな。この観音様は高崎市の観光名所なんだよ。この作品の原型は群馬県出身の彫刻家森村鳥蔵さんが手がけたんだよ。穏やかな目で群馬県を見守る慈悲深い白衣観音は、群馬県民の幸せを願って2年の歳月をかけて作られたんだよ。次は高崎市庁舎に行ってみよう。太郎くんが待ってるはずだよ。上毛三山を音楽の三大要素に例えると、妙義山はリズム、榛名山はメロディ、そして赤城山は市民と行政のハーモニー。日本一の広さを誇る関東平野の中心に位置し、上毛三山に連なる大きな山脈によって日本海の寒気から守られることで、温暖な平地に災害の少ない土地柄は、東京から車や新幹線で1時間という利便性から多くの人たちに注目されています。行政は文化芸術を核とした一流ブランド都市を目指して、多くの企業も高崎市の構想に一役買い、素晴らしい構想は現実へと変わっています。ここが高崎市庁舎だよ。あ、太郎くんがいたよ。太郎くん、ここの案内をよろしくね。うん、わかったよ。僕は高崎城跡に建てられた市庁舎のお堀端でみんなを見守っているんだよ。この市庁舎は明治時代に皇居の二重橋を設計した沼田市出身の久米民之助さんの会社が設計したんだって。高崎市庁舎ではロビーコンサートという催し物を開催しているんだよ。歌や演奏などの文化芸術を身近に感じられる素敵な取り組みだね。今回は合唱団 U の皆さんによる素敵な歌声を聞きながらロビーを見てみよう。Thank you.
自然と調和している高崎の街は素晴らしいね。あの一番背の高いビルが高崎市庁舎だよ。駅の東口と西口、両方のペデストリアンデッキで、デパートや美術館、マンションにまでつないでいるんだ。今日紹介する最後の場所、高崎芸術劇場にもつながっているんだよ。早速行ってみよう。高崎駅から芸術劇場へつなぐペデストリアンデッキは安全を確保し、天空を舞うレッドカーペットを歩くような心地よさ、一人一人を主役にしてくれる近代的な構想です。鳥のさえずり、川のせせらぎ、雄大な山々から生まれた音楽は高崎大工合唱団によって歌声へと変わり、聴く人の思い、人生の流れの暗く不安の気持ちを歌声で包み、幸せな道へ導くことを常とし続けられてきました。